しょう。はい、お疲れ様です。お疲れ生です。お疲れ生です。まだ生の時間じゃないですけど今日は何をするんですか。はい、ここちょっと見てもらうと分かりますかね。ポツポツポツと、こういうやつですね。ああ、そうです。これ何ですか。これはビスのサビの跡。ビスってサビるもんなんですね。このアパート、東日本大震災で地震で津波が来たという。ああ、なるほど。ここまで津波来たからその部分のビスが錆びちゃったんですね。この上はなんともない。ああ、確かに綺麗ですね。このまままた壁紙の張り替えをすると、はい、またビスが錆びてこうポツポツポツになっちゃうっていう事例なので、はい、錆び止めをして下地処理の今日は動画を撮ります。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずはクロスを剥がすんですね。剥がします。そして噴射する。ハイペッタ塗りにしますか。ハイペッタ塗りにしてみます。ハイペッタを塗ります。ハイペッタなんでかというとこのペンキが油性だから、うん、で油性のこの部分にハイペッタをこの後にパテをします。なるほど。代表、はい、下地はとりあえずあのビスに錆止め塗って、そう、スプレー、錆の上からそのまま塗れる。はい、錆止めは必ずしてください。はい、そしてハイペッターを部分的に、はい、錆の上に、塗装したところですね、うん、そこにハイペッターをすれば壁紙がくっつけます。なるほど。錆止めが塗装だから塗装の上から壁紙がつきにくいから、はい、ハイペッタを塗るわけですね。そうです、そうなんです。じゃあ本当だったらこの後パテしてクロス貼るって形ですね。そうです、そうしてください。パテをしてください。そして貼ってくださいっていうのが今日の動画です。はい、わかりました。はい、よければ高評価チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。